太陽を設置記念で番組委員会が発足しました。人類委員会は3月11日から4月17日までを記念期間とし、この間に偉大なキム・イルソン主席の秘密の業績を称える多彩な政治文化の催しを行うことにしました。一方、太陽節記念国民民主共和国人民委員会の発足式が昨日朝でありました。各地の大規模な科学工場で国内の技術と原料による資料と基礎科学製品の生産が増えています。国内の技術と原料による資料の増産に励んでいた南部青年科学連合事業所では、工程間の連帯を強め、生産の科学化の水準を高めて毎日数千トンの資料を生産しています。粉南の資料連合事業所では相対的革新を起こして、昨年同期に比べ日月の生産量を増やし、農作業量を必要な資料の生産を保障しています。大津農会ビアドン連合事業所でも、石灰炉とカーバイト電子炉の運営を科学技術的に行って、自家農生産のための中間製品の生産で飛躍をもたらしています。特に化成ソーダ職場と塩化ビニール職場で設備と技術管理を綿密に行い、技術革新運動に力を入れて引き続き成果を拡大しています。三者年度観測地建設総合事業所の労働者たちが、上野島干拓地の第3区域の一時秘密裏工事を成功裏に完工しました。上野島干拓地の建設で最も困難で膨大なこの工事が完成して、堤防工事を早めて成功裏、3000ヘクタールの新しい土地を得られる見通しがつきました。天気浴堂で今週の食事が始まって十数日間に3600万本の木を植えました。都産群では適地適樹適地適樹の原則で23万本の針葉樹や広葉樹を混ぜて植え、昨年植えた木の補植も行いました。林山群と海田群ではこれまでの植樹の経験に基づいて、山村から待つ栗の木をはじめ30種余りの木を数百万本植えました。砂利林市と村林市の人たちは穴掘り、腐食防止、地元のなど工程物産業をスタンダードで行い、野の本材を利用して活着率を最大限に高めています。前の生産の化学化、工業化、数学化に力を入れて、前に十分確保した千山郡と千葉郡では、食事を大衆上げての運動として力強く展開して、密別計画を上回って達成しました。道の各機関の公務員と勤労者が外国の一年で多くの木を植える一方、大田市の被害管理に力を入れています。暖かい春に入って、近年の手順川で食堂船手順岩号が運行を始めました。遊覧船の目的も健康している手順岩号は、手順岩橋から連絡橋まで行き来しながら、民族料理や小型遊覧船のサービスなども行います。食堂船手順岩号で野生の人たちを楽しむ自由の姿は、手順川の春の景色に彩りを添えています。朝鮮を進む人民共和国とロシア連邦の間の経済および文化協力に関する協定締結70周年にちなんだ映画会が19日深夜の手順岩号の中で行われました。ロシア連邦のアレクサンドル・マシゴラ中東特命全権大使と大使館に、訪朝したロシア友好議員団委員長である連邦会議の連邦制度地域調査と地方自治及び北方問題委員会オルク・メルニチェンコ委員長を率いるロシア連邦会議代表団が招かれました。そして朝鮮ロシア友好協会会長の対外文化連絡協会総顧問副会長と関係者、市内の勤労者が出席しました。参加者は朝ロ友好関係の発展に向けた偉大な総務省主席と偉大な金正恩総書記の不滅の業績を見せる記録映画永遠なる友好の歴史を見ました。朝鮮民主主義人民共和国とロシア連邦の間の経済および文化協力に関する協定締結70周年に際して、15日ロシア駐在特務大使館で祝宴が催されました。ロシア極東発展省のセルゲ
レイ・ケルシェフ第一次官、イーゴリ・モルグロフ外務次官と外務省、文化省、内務省のスタッフ、朝鮮民主主義人民共和国との友好及び文化協力ロシア協会をはじめ各団体の人たちが招かれました。そしてキム・ヒョンジュンロシア駐在朝鮮特命全権大使と大使館員、ペム・ソンイル副外相を率いる朝鮮民主主義人民共和国外務省代表団が出席しました。まず一同、富に見る偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記を描いた美術作品を展開し、敬意を表しました。また偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記、敬愛する最高指導者キム・ジョンイル委員長が朝露友好関係の発展を尽くしてなした不滅の業績を見せる写真、総室の人たちの普及の著作、キム・ソソンの誇らしい現実を紹介する本と写真を見ました。一方、この日ハバロフスクとウラジオストクを訪れた朝鮮代表部でも祝宴が催されました。労働新聞2日付に、朝鮮敵政策が生んだ反人民の悪行という論評が載りました。論評は、それでか日本第一党の右翼のゴロフキが朝鮮九州朝鮮高校中学校と北九州朝鮮初中学校が位置している福岡県の折尾市で留学中の朝鮮人生徒に、朝鮮軍は勝ったと返っていて朝鮮軍を追い出すべきだと暴言を吐き、暴殺を働いた。この事件は共和国と朝鮮総連に対する日本の右翼反動勢力の悪意と各国の統治方が極度に対していることを改めてはっきりと見せた。共和国と朝鮮総連に対する敵政策が国策となっている日本の政治風土の下では、白昼このような政治テロ、卑しい人権蹂躙行為が働かされる。日本総局はこの度も右翼のドロッツの反総連の盲導を真の黙認し合うのだ。日本は世界の世論がこぎって断罪するように、社会崩落の人権不毛の地であり、日本の反動勢力の長期じみた反総連の騒ぎは精神分裂業者のヒステリックな盲導だ。日本当局は事件の真相を究明し、犯人たちを厳しく処罰し、弾圧防止の徹底した措置を取らなければならない。同時に反総連の罪な行為のもとである共和国と総連に対する敵政策を直ちに取り下げなければならないと指摘しています。以上でこの時間のニュースがあります。担当は大江美樹でした。こちらは朝鮮公開放送です。チチェ思想は自主の時代の偉大な思想。チチェ思想は自主性を目指し、創造的な新しい生活を望む世界人民の熱い共鳴を呼ぶ偉大な思想です。それはチチェ思想が自主の時代の要請を反映しているからです。チチェ思想は革命と建設の主人は人民大衆であり、革命と建設を推し進める力も人民大衆にあるという思想です。言い換えれば、自己の運命の主人は自分自身であり、自己の運命を切り開く力も自分自身にあるという思想です。チチェ思想は人間の運命開拓と自主的な世界建設の道を最も正確に示しています。チチェ思想の旗のもとに進んでこそ、世界人民は支配と従属がなく、全ての人が自由で幸せに暮らす新しい世界を建設することができます。世界の多くの国が自主の道を進む今の時代は、自主の真理を示すチチェ思想を指針として絶えず前進しています。チチェ思想が自主の時代の最も偉大な思想であるというのは、諸村の現実から見てもよくわかります。正義の霊剣を自分の手に握ってこそ真の強国になるというのが諸村の現実です。諸村はチチェ思想が具現された自力構成の旗のもとに社会主義強国を建設しています。極めて困難な中でも自然の大災厄を克服して、人民のための奇跡ともいえる勝利をもたらし、必要な制裁や封じ込めの中でも自らの力と技術、国内の資源に頼って社会主義にふさわしい景観をもたらし、そこでも人民の笑い声が高らかに響いています。
これはチチェ思想の偉大な勝利です。諸村の現実はチチェ思想がまさに自主の時代の最も偉大な思想であることを雄弁に物語っています。チチェ思想は今日も明日も自主の時代を明るく照らす偉大な思想として光を放つでしょう。チチェ思想は自主の時代の偉大な思想。広大してお話ししました。同志、心たちを同じくする人たちが関わり合い励まし合う、この同志愛で始まり勝利してきた父の核運用を同志愛であくまで完成していくのは、高来する最高指導者金正恩元帥の固い意志です。父不幸記念、2012年3月のある日、金正恩元帥は高層の大臣たちに会うため船に乗りました。この日は強風注意の天気予報が出た日で、もう北西季節風と高い波で船上で体の重心を取ることすら難しい日でした。人員たちは金正恩元帥の身の安全を懸念し引き止めようとしました。しかし金正恩元帥はこれぐらいの天気は大丈夫だとし、島への航路を催促しました。荒波をかき分け、船が漁港に着いた時、軍人たちは遠く来来し諸島の防衛隊を訪れた金正恩元帥を仰ぎ歓呼しました。金正恩元帥は防衛隊の軍人たちの手を優しく握り、自立を徹底的にごとく固めることを強調し、共に記念写真を撮りました。この日諸島の各地を見て、軍人たちの生活を親の頃で顧みた金正恩元帥は、島の防衛隊の軍人たちは国と人民の安全のため全てを捧げる真の愛国者だと高く評価しました。昼食の時間がだいぶ過ぎた時に視察を終えた金正恩元帥は、離れる前に指揮官たちに、総統をあなたたちに任せる、軍人たちの面倒をよく見てあげなければならないと切々と言いました。諸島の軍人たちは熱い愛情を注ぎ、またもや現地指導の道を続ける金正恩元帥を長いこと見送りました。熱い同志愛、広大してお話ししました。